第4代ポートランド公爵、ウィリアム・ヘンリー・キャベンディッシュ・スコット・ベンティンクは、イギリスの貴族、政治家、数密顧問館、王立協会フェロー、ロンドン高校協会フェロー。出生から、ポートランド公爵を就職する1809年までは、ティッチフィールド公爵の儀礼称号で称された。1768年6月24日、後に、イギリスの首相となる政治家の、 第三代ポートランド公爵ウィリアム・ベンティンクと妻のドロシー・キャベンディッシュの間に生まれる。母、ドロシーの父である第四代デボンシャー公爵、ウィリアム・キャベンディッシュも1756年から1757年にかけて首相を務めた。弟にインドの総督となったウィリアム・ベンティンク教がいる。ウェストミンスタースクールを経て、オックスフォード大学、クライストチャーチで学び、 1793年に民法学博士号を取得。1790年から1791年までハンプシャー州ピータースフィールド選挙区から、1791年から1809年までバッキンガムシャー州選挙区から庶民議員議員に選出される。また1807年3月から9月まで父の下で大倉教委員を務めた。1809年に 父の死により、ポートランド公爵を相続し、貴族院へ移る。1827年4月にアイムコのジョージ・カニングが、組織した内閣において、王子少書として入閣。この時同時に、数密顧問官に列せられた。続いて、同年8月に首相となった初代ゴドリッチ子爵、フレデリック・ジョン・ドビンソンの下では、数密院議長として入閣し、ゴドリッチ内閣が総辞職する。 翌1828年1月まで勤めた。またポートランドは1794年から1841年まで名誉職であるミドルセックス州の州知事に任じられていた。彼は1795年8月4日にジョン・スコットの娘ヘンリエッタとロンドンで結婚し、同年9月19日に聖エ・スコットを加えた。 くさは四男五条を設けた。ありがとうございます。